涙で濡れた部屋にノックの音が転がった。誰にも会えない顔なのにもうなんだよどちら様。名乗るほど大した名じゃないが誰かがこう呼ぶラフメーカー。あんたに笑顔を持ってきた。寒いから入れてくれラフメーカー。冗談じゃない、そんなもん読んだ覚えはない。構わず消えてくれ。そこにいられたら泣けなのも、yeah! うららるらうららるら。大好きの部屋にノックの音が飛び込んだ。あの野郎まだ嫌がったのか。消えてくれって言ったろ。そんな言葉を言われたのは生まれてこの方初めてだ。非常に悲しくなってきた。どうしよう泣きそうだ。ラフメーカー冗談じゃない、あんたが泣いてちゃしょうがない。泣きたいのは俺のさ。こんなもん読んだ覚えはない。ルララルラルララルラ。